子って本当に素敵。正義感にあふれて頑張り屋で、そういうあなたやお友達のおかげで、あの子供たちを見つけることができたわ。だからご褒美に教えてあげる。私の目的は能力体結晶を完成させること。キクレと骨でできたお前にいらねえ。ココメ様、畜生、体が動かん。貴婚のかけらだけいただいてやる。犬やす死ねえ。首に殺してやる。こっちも楽しいよ、飛天あんちゃん。答えられねえ。うさぎ。ねえ、聞いてよ、さゆちゃん。ネネはどこ、どこに行ったの？操れるなら、なぜ他の者たちは食わせた？メインキャストは生きている方が効率がいいんですけれど、エキストラは使い捨てても大して問題ありません。さらばだ、アンジュリーゼ。お前の答えを聞こうか。さあ答えは。黙れ。痛い目に遭わないとわからんか。少し物分かりのいい女だと思ったが。人間、君に聞きたいことがある。私に逆らう者はこの地球上に存在させておくわけにはいかない。わかるか？さあ答えよ。私に従うか。許される答えはイエスのみだ。もう終わり？食べていい？こちらの仲間になりませんか？仲間？駒が欲しいだけでしょ。そうですか、残念です。じゃあ。君一人の仕事じゃあるまい。協力者の名前を吐いてもらおう。助けて、誰か、誰か、ルパン。なのに、部下だったのに、俺はお前を、お前にも見てほしかった。こそよ、一度とことん痛い目でも見ぬ限り、こやつらは改心せぬ。仲間の血でも見ぬ限りな。もがくな。それ以上もがくと首が飛ぶ。
それとも聞きたいか。この天の盾元で死する時に聞くという絶えなる音色を。やっぱりそうだったので、今度は私を殺すつもりで近づいてきたのね。まだ来たろう、来たろう、助けて。お前たち二人はエミやキリツグを守るために私に挑みかかってきたようだが、それは誰の意志だ。愚行を犯すはずがない。重ねて問うぞ。認めよう。確かに私は空虚な人間だ。だが私と奴とがどう違う。長きにわたり何の益もない戦いにばかり身を投じ、ただ殺戮ばかりを繰り返してきた男が、あれほどの無気道が、徒労が、迷い人でなくて何なのだ。見てみろよ、父さか。お前の態度次第で助けてやらないこともないぜ。たく、どうしがたいアホね。もう一遍だけ言ってあげるわ。さっさとここから逃げな。あんたはもう終わりだ。もう、死んでる。荒れて苦しみながら死にたいのか。今まで散々こき使われてきましたからね。あんたはもう不合格、不合格です。選ばれし者だけの決闘。最高だね、その表情。あのゴキブリが生きてるだと。そうです、だからリーさん言ってください。ひなちゃん早く。Your soul will be so sweet. Oh!